もう一つが手術はしないけど専門っていう人も結構いるんですよ。え眼科医の平松です今日は緑内障の専門の医者っているのどうなのってことについてお話しようと思います。実はは緑内障専門医っていいう資格はないんですよ、うん 緑内障を専門とする医者はいるんですけどそれはないんですね、まあ、結構僕が緑内障の専門の医者がいいですって表現をしちゃってるので、まあ、専門医っていう資格があるとちょっと勘違いをさせてしまっているところがあるので、まあ、そこら辺の訂正とかつじゃあどういうふうに、まあ、その緑内障を得意とする医者を見つければいいのってことの具体的なお話をできればと思います まず緑内障の専門医っていうのはいないんですよ。眼科で専門があるのは眼科専門医っていう資格が、まあ、あるだけでそれ以外は資格ないんですね。例えば白内障手術をすごくやっている白内障手術が専門の医者はいますけど白内障専門医ってないんですよ。写真や弱視って言ってねお子さんとかの、えー、目を見ている専門の医者はいるんですけど写真、えー、弱視の専門医。 っていう資格はないんですね。ただ、専門とする医者はいるわけですよ。なので、まあ、僕が言う専門医というのは、資格の話ではなくて、専門としている医者という、まあ、一般的な用語として、ちょっと、あのー、聞いていただけるといいかなと思います。ちょっとね、勘違いさせてしまって、ご質問いただいたことがあるので、ちょっとそこはね、訂正させていただこうと思います。じゃあ、専門とする医者、まあ、どうやって見つければいいのまず一つ目、緑内障の手術をしてるかどうかですね。特に、アイステント W とか、などのミグス、 以外の緑内障手術をしているかとかですねアイステント W などの手術の場合はん正直緑内障専門としてない白内障の専門の先生とかでも結構よくやる手術なんですよまあそのぐらいがが簡単ででああるるってことがあるんですね一方でトラベクレクトミーの手術であるとかバルベルトインプラントアーメットインプラントとかマイクロシャントの手術ここら辺の手術をしている医者で専門じゃないことはあるんですけども ある程度緑内障についいて詳しいはずなんですよつまり専門医ではないけど網膜の専門だったりするんだけど緑内障もかなり詳しいとか白内障の専門ではあるんだけども緑内障も詳しいとか、まあ、そういうのがあるとなんでか緑内障の手術は大変なんですだからそれなりに詳しくない人はやりたくもないんですよなぜか結果がよくないからですそれは手術の結果がよくないということではなくて患者さんから 感謝されにくい手術なんです白内障手術というのは手術をするとかなり多くの患者さんからいいお言葉をもらうんですねすごく見えるようになりましたとか世の中が明るくなりましたみたいに言ってくれるんでおやってよかったなっててかたな思うわけですだから網膜の専門だろうが斜視弱視の専門だろうが緑内障の専門だろうが白内障手術もやりますって人はすんごく多いわけなんですよ。一方で 白内障の専門なんだけどトラベクレクトミーまでやりますとかってなってくるとかなり少なくなってくるわけですよねあんまり感謝されないしだったら他の人に任しといた方がいいかなってやっぱ気持ちになりますよねかつ手術をした後がまあまあ大変なんですよ例えば白内障の手術とかだったらまあ週末とか休日なんか見なきゃいけないなってことはあんまりないんですよまあ稀にはあるんですけど、まあ、非常に稀ですね一方で 緑内障の手術だと、まあ、1週間いないとかぐらいだと、まあ、休日見なきゃなーなんてことは、普通にあることなんですよ。全然普通です。というか、僕が医者になってから緑内障をね、まあ、たくさん手術していると、まあまあ、土日普通に潰れちゃうというかな、手術した後の人を見なきゃなーとか、まあ、レーザーで糸切らなきゃいけないから、まあ、そうそう、ちょっとそこ見とかないと、まあ、切るタイミング逃しちゃうなーとか、まあそ、そういうのがあるんですよ。つまり、えっと、手術が 大変変なななここととや予想外に変なことになってて、日曜日見なきゃいけないとかじゃないんですよ全然普通に綺麗に行ってんだけど見なきゃいけないってことはあるわけですよね家庭を大切にするとかまあそういうことを考えるとまあもろもろいろんな問題が生じるわけですよ、うん、なのであの一般的にはあまり好まれない、うん、っていうのが、まあ、緑内障手術としてはありますねですからまして、まあ、開業の先生とかで、まあ、緑内障手術までしてるって ってね、あのアイステントとかあいんじゃなくてってなったらまあそれなりに詳しいと思ってくださっていいと思いますもう一つが手術はしないけど専門っていう人も結構いるんですよまあ緑内障手術はさっき言ったように結構大変だから、まあ、手術はちょっと開業してからはしたくないとでもまあ現実開業するまではもうほとんど緑内障ばっか見てたっていう先生もいるわけなんですよね、まあ、そういう先生の場合は大体、まあ、緑内障手術の経歴が書いてあったりだとか 緑内障外来を担当みたいに書いてあったりだとか、えー、ホームページの中の緑内障だけ異様に詳しいとか、まあ、そ,うそういうことがあるわけですよねなので、えー、そういうのはチェックするといいと本当はね緑内障学会っていうのがあって、まあ、それに所属してるかどうかっていうのも、まあ、一つの指標になってきますなんでか緑内障学会ってはいなりたいって言ってもなれないんですよ試験があるの 違います試験はないんですけど推薦が必要なんですよ確か2人だったかな緑内障学会の会員2人の推薦をもらって初めて入れるんですよってことは、まあ、緑内障の専門の先生を少なくとも2人知らなきゃいけないそしてその人に「まあ、僕入りたいんですけど私入りたいんですけど」って言ってあ「あなたなら私は推薦するよ」と言ってくれる人が2人いるわけですよねなかなかハードルあるじゃないですかで緑内障学会に入ったからといって その人にメリットないんですよ緑内障学会員じゃないと情報が入ってこないってことはないし正直何のメリットもないかなまあもちろん学会員であるというまあ緑内障学会にするからこんなこと言ったら怒られちゃうんだけど、まあ、別に緑内障学会じゃないとできない手術とか、まあ、そういうのないんですよ全くない、うん、なので別に入らなくても何の問題もないわけなんですよにもかかわらず入って毎年お金払って推薦してもらって維持してるわけだから まあ緑内障に興味あるわけですよね特に興味ないのにね頑張って人に推薦してもらって入る必要性がないわけでだったらまあ他のね学会とか見てればいいわけで緑内障学会の会員であるっていうのは、まあ、かなり大きいうーん緑内障を、まあ、その人は主と思ってるんだなっていう、まあ、要素になってくるかと思いますねそして ちょっと細かい方法としては、論文ですね。その先生の名前で、緑内障論文みたいな感じで検索すると出てくることがあると。英語で出てくることもありますけど、その場合は英語で入れなきゃダメですよ。なんですけど、そういう風うに論文っていうのを出している。論文ってね、出すのまあまあ大変なわけですよ。全然緑内障に興味ないのに、緑内障の論文を作ろうって人はあんまりいないわけですよ。教授になりたくて、こう、論文をたくさん 出したいみたいいみな人とかだったらまああり得るけどとはいえ大変だからだったら他の論文使作ればいいわけでまあ興味なしで緑内障の論文作ることはないとだからこそ、まあ、そういう、ね、論文を作ろうってすると、まあ、その自分が発表するような内容、うん、つまり新しい子犬ううを発見しましたとか、まあ、こういう患者さんがいましたってことを世に発表するわけだけどそのためには多くの他の論文も読まなきゃいけないんですよ、まあ、一個論文書くのに そうねどんなに少なくても20まあ普通100近くの論文を、まあ、ざらっとは見ることになるわけですよ。ってことはまあそれなりに気合い入れてるよねってわかると思うんですよね。なので、まあ、論文を書いたことがあるとか、まあ、そういうとこは非常に重要になってくるかなって思います。これが緑内障を主にやっているかどうかっていうののチェック項目その上で、まあ、キャラクターがどうなのってことがありますね。 話を聞いてくれそうとか、あなたの性格に合いそうってことはもっと重要になります。つまり、緑内障の専門の先生がいいんですかってよく聞かれるんだけども、すごく合わない緑内障の専門の先生と、すごく合う緑内障が専門じゃない先生だったら、正直言ってすごく合う緑内障が専門じゃない先生の方が僕はいいと思います。その方が、治療方針が、うん、いい方向に行くから。緑内障っていうのは、やっぱり治療方針があって、まあ、なるべく目薬で行こう。 えー、っていう考え方もあればもういいからガンガン手術でいこうと、まあ、こういう考え方もあるわけであなたとその方針がかなりたがってしまうと嫌ですよね毎回先生に手術を勧められていやしたくないんですって毎回毎回言うって結構辛いんですよなので、まあ、方針が、うん、あの合うとでかつ定期的に通いやすい、ね、これはまあ極めて重要だと思ってくださればと思いますえ今日は緑内障の専門医って実はないってことについてお話ししました ね、なんですけど、専門とする医者はいると。まあ、こんな感じと思ってくださればと思います。えー、今後もいろんな情報を日々アップしていきます。特に緑内障に関しては他の動画たくさんありますんで、えーね、そっちも見ていただければと思います。よろしくお願いします。